フラワー占いチャンネルです今日は「m 1グランプリ」で優勝された錦鯉のお二人を緊急的に占ってみましたまずは見た目の相性診断ですけれども、えー、この元気な方の長谷川さんが丸顔ではなくて面長で目が丸いタイプそしてまあこちらの,あのツッコミの方渡辺さんは四角顔丸顔で目が細いタイプになりますのでこれは見た目の相性が 二重、まあ、丸100点に近いですよっていうことなんですけども15年前からやってる見た目の相性診断でこれ、まあ、男女の,あのバージョンになっちゃってるんですけども、まあ、こちらが渡辺さんの骨格です一番の人と相性が良くなりますで1番はっていうとあの、まあ、ちょっとこちらですね。モナガで あのま、卵型で目が丸いっていうのが、まあ、この長谷川さんの骨格ですのでこれ見た目の相性は非常にいいと。そしてじゃあ空房の相性をいきたいと思いますけれども。長谷川さんが日のえ 日中に持つ寝牛空母の人になりますそして渡辺さんが日野と羊を日中に持つトラウ空母の人になりますトラウ空母と寝牛空母というのはですねあの基本的にはすれ違いますので寝牛空母と馬羊は仕事恋愛の星トラウ空母サルトリ空母は現実的で緩い星ですのであの相性自体はちょっとすれ違うので良くないですここ,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 ここと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 という感じで相性がいいですのでただあの 何か目的があってこの天然のねその現実的な彼があのお仕事なんかであのもうちょっと上目指したい時はこの仕事星の仕事恋愛の,あの彼と組むことによってパワーがもらえるというそういうような相性になります。でこの方もねストイックすぎてちょっとあの人間離れしすぎてるというとこの方と組むとちょっと現実的になってくるというそういう相性になります。 そしてじゃあ市中水明なんですけれども、えー、長谷川さんはですね、まあ、日の絵の日間とこのカノトが刊合してちょっと水っぽくなってるそして下に水けがありますのでまあ水け7月の生まれの、えー、水けですから非常にこれありがたい刊合なんですけれども火から水に変わって まずの全然もう正反対ですねそしてかのとから金から水に変わってで水に変わると水の絵立つですから会合になりますでここも水のとい,いですから会合2つみたいな感じで隠れ会合スーパースターカリスマ性の,あの会合を2つ隠し持ってるような人になりますそしてこれ会合になって水の絵から見たの、えー、ここですね 骨は消化になったりとか、インになったり、おあの消化になったり、すごくこうなんか見方がねいろいろ出てきて、まあ細かいんですけれども、でこちらからも看護仮看護がこうワーッとありますのでも、この人は複雑な人でですね、本当に裏表が激しい人になります。 なんかもうバカなのかなと思ったらすごくね真面目でお勉強ができたりとかもうとにかく真面目かなと思ったらちょっと抜けてたりねそういう難しい人になります。ほんとバカなのかと思って職人のようなねニヒルな2枚目で,で大人移がありますね大人の真面目な人っていうことでねで一応5行が揃ってますので、まあ、バランス感覚はあの持ってる人かなっていう感じ。そして えっとですね、この方の、えー、影響を受けたのがカイジャリ水魚さんに影響を受けたということで、まあ、今のクリームシチューのお二人有田さんが根牛空房で、まあ、彼と同じですねそして相方の,あの司会とかされる方馬羊空房なのでここはもう。 このウ牛と馬羊のグループですからウ牛の長谷川さんとは非常に相性が良くなりますので、まあ、憧れたっていうのは分かるような気がします。そしてまあちょっとあの運勢をちょっと置いといてですねそしてじゃあ彼はえっ、ー、とあそうですね2012年に錦鯉をあの結成されたということで2012年は。 水のえたつの年なんですけれどもこの方の,あの,かいあの看護で変わった「水の栄達」と全く同じなのでこれもあのターニングポイント的でビッグウェーブの予感を感じさせるっていうねそういう時に結成されたそしてじゃあ渡辺さんなんですけれども「日のと羊があってもうこれカラカラですね夏の生まれの,あの4月の生まれなんですけれどもここにちょっと薄い 水たまりがちょこっとあるだけであと全部火で乾いた山と火で囲まれてますのでもうこの人カラカラのパサパサの人といってもいいこちらの長谷川さんの方があの水気のある年の夏の生まれですからまだねあの生きやすい人なんですけれども。 あのこの人の場合は結構ちょっとしんどかったんじゃないかなしかもこの方っていうのは2015年まではもう人生でずっとカラカラですカラカラの人がカラカラなどだともう本当に厳しいですただ2015年以降はずっと水なん何らかの形で水が来ますのでわりかし生きやすくなってるんじゃないかなと思います大気晩成型の人ですそしてここののの方はこの中心の水のとが 結構いいい作用もうありがたいんですねここが変化になってますので変換と水でおじさんキャラが結構あの丸な人なんでまあこの方おじさんキャラでやられてそしてまあちょっとどっちかっていうとツッコミでねリーダーっぽくやってるのでそれがなんか合ってるんじゃないかなと思いますそしてですね「ウシ空母」あの長谷川さんの「 ネオシ空母の基本的な性質です仕事の鬼であってリーダーそしてプロフェッショナルに非常にこだわる秘密主義の40代ぐらいの,あの仕事あのビジネスマンみたいなイメージですねそしてストイックで中身イケメンの,あの星の人ってことになります。 そしてトラウクーボーの基本的な性質天然で控えめでモノマネ上手の現実的な50代ぐらいのちょっと一歩引いた感じの,あの人になりますので今のか一歩引いた感じのこの彼の雰囲気にそのものなんじゃないかなと思いますそしてこの渡辺さんっていう方はダウンタウンに影響されたって言うんですけど私から見るとなんかサンドサンドイッチマンの伊達さんに似てるなって思うんですねなんか この伊達さんもトラウクーボなので一緒で,で、まあ、伊達さんというのはスターボーシュがありますけれども、まあ、カリスマ性ですね。そしてまあ相性で見るとですねお顔の相性はこそ二重丸なんですけれども空母同士はちょっと微妙ですしまあ日韓があのお互いにあの日の音と日,日ですからね日同士なのでなんか少しこう分かり合えるような感じがする。 ののののカラカララ人人パパサパサの水気の欲しい人と夏の生まれの人ですからちょっとそこはねあの罰になっちゃいますけれどもなのでこの2人っていうのは仲良しではないと思うんですねちょっとあのビジネスパートナーっていうようなそういう感じでちょっとよそよそしい間柄なんじゃないかなと思います。そしてまあ最後に一番言いたいところなんですけれども、えー、今の運勢この えー、長谷川さんは2018年から大運がカノエの虎になっていてですねそして偏在が来てます偏在というのはもうあのもうねあのなんていうか棚からボタ持ちみたいな感じでお金が入ってくるそういう時期そしてこのカノエがこの社会運のオツと看護してますなのでここであの またビッグなねあのことが起きるっていうそういう時期、そして年運の今年の年運が金との牛になっています。これまた生財お金貯められるぐらいのお金が入ってくる。そしてまの12月の金へネの 月になりますがここもまたカノエですから偏在の月そしてなんと火もですねカノトの牛だったんですねあの昨日19日っていうのはなので生いなんですもう全部が在在在在そしてカノトはこの彼の日韓と看護してますしカノエはこのオツと看護してるのでもうターニングポイントというかねビッグウェーブビッグウェーブですよ。もうすすごいことですそして 驚くことにですねなんとこの相方の方もですねまあ,あの同じ日の日の戸ですから日ですからねもう、えー、彼も狩野エの猿の介護 が今大の大運ででてるんですねそしてこれがもう「正いになっても「罪ですそして「年運が「彼女とのうも一緒ですけれどもこれが罪「偏んで「かのえの根が罪「正財そして罪「偏財ざい」日「日にち」が「まあ、日が偏い」と、まあ、この方も全部「が財なんですそしてここもこの方も両方看護してますねなの,なので,で、まあ、この方っていうのはもうここが全部水けですから。 水はありがたいですねこの方にそしてここの猿と第四の猿ネのねとタツがもう三合水局になってますのでこの方にとってこの三号水局って非常にありがたいですもうすべてが財のあの第四年運月運日運全部財のかしかも看護しまくってる彼とそして相方もこの 全てがね。その財運の方たちが1000万円を手にした。優勝されたというまあ、そういうまあちょっと驚きのあのニュースでした。はい、今日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。フラワー占いチャンネルでした。